はい、ということで、ね、サンダーバード2号作っておりますけども、まあ、第8号でございます。ということでね、はい、早速作ってみたいと思います。今回はね、ボディ、センターボディの下の部分ですね、作っていくということになりますね。はい、ということで、作っていきましょう。おぉ、厳重な箱、厳重な箱、厳重な段ボール。厳重すぎる段ボール。大きな部品っていうのはね、やっぱり嬉しいですよね。おお、来たーみたいな。来た来た、これ来たーみたいな。おー、うん、おほほほほ、危なく勢い、良すぎてこう、飛んじゃってなくすとこでしたね。で、これを、どこに置くの？あ、ここは下の方か。前回この上の方だったんですけど、ここは下の方ですね。下の方ですね。ここですね。ここを、こう、こう感じ？何やかな？もう簡単に入っちゃったけど。で、ベスを揉む。ベスを揉む。ね。おー、サンダーバードらしくなってきた。サンダーバード2号らしくなってきた。いいねー。いい感じだねー。え、くる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 。はい、くる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 。はい、どんどんくるくる。はい、どんどんくるくる。はい、おー。入ったねー。おー、下の部分ですよね、ボディのね。ここにね、あれが入るんですよ、こうコンテナがね、ここにね、いろんなコンテナが。で、そのコンテナの中にですね、いろんなメカが入ってですね、こう、その、救助の種類によってね、コンテナを変えてですね、中のね、救助メカも変えて出発するっていうね、これ。二号のいいとこでございますよ、これ、やっぱりね。子供心にですね、こう、基地の中で、こう、コンテナがこうね、入れ替えられるシーンとかはね、それかみたいな。そっち来たかみたいな。そんな風にして見てましたけどね。懐かしいですね、やっぱりね。オーディラ！みんなね、もう、その、なんだ、楽しみなのかな。おー、できた。これすごいね。もう画面入りきらないんじゃない？これ。ほら。ガーンあるね。ここにこれが、前回とこうなんですよね。ここにコンテナが繋がってくるっていうね。こういう感じでございますけども。できた？これできたの？え、これできたの？今回。これで終わり？あ、これだとウェザリングだよね。うん。ウェザリングか。ちょっと汚して、ちょっとね、こうリアルに持っていくってやつね。うん、でもそこまではしない。そこまでは。してたら多分ね、終わらない、永遠と。ということで。次、これ7号入っていい？ 7入っていいのかな、これ。これ、次9か。9か。9号入っちゃっていいのかな？ 9 号もいっちゃいますか。それでは、ね。はい、ということで。今、こういろんな部品が入ってますですね。まあ、こちらのね。ここは何かと言いますとですね、こちらの方、ボディのこれをつける。お、いっぱいまた入ってるのも同じようなやつが。ここですね、前回こうしたやつをここで骨格引きを入れる。垂直に差し込む。垂直に差し込むだけでいいの？これだけでいいの？これでいいの？これでいいのかな？これでいいの？これ、ここでハマってる？うん、一応ハマってるか。こんな感じか。完成！早っ！でですね、あとはですね、もう、この間と同じことですね。前回やったことと同じことをやっちゃうんでね、たたっとやっちゃいますね。はい、ということで、で今回はですね、チョキンと切ってね、出しますね、差し出します。慣れて、前回やったのと同じパターンなんでね。だいたいもう頭の中に入ってるんで、これは迷わずですね、ちょくちょくやっていったら成功すると思います。ほい。ほい。
ってないかな、大丈夫かな。次の15で完成だと思うんですけどね。一個一個ね、こう細かい部品を切っていくっていうのも、このね、プラモデルっていうか、モデルのね、このね、醍醐味でございますね。うん、本当、自分はパチ組なんで、そんなレベル高くないんでね。ああ、もうって思ってる人がいるかもしれないですけど、ご勘弁をお願いします。まさがみ、パチ組かよ、お前、56に、お前今年56だよ、なんでまだパチ組やってんだよっていうこと、パチ組です、ということで。まあ、そのままね、もう作っていくっていう感じですね、もうパチ組組は。うん。あ、でも、なんかパチ組でも結構ね、なんだろう、このレベル高いのは、もうね、もう見てくれもいいんですよね、パチ組で。逆に、下手にな、ど素人がね、いじるよりもパチ組が綺麗だと思います。鼻息荒いな。自分でわからん。ふんふん言ってんな。ふんふん。何を興奮してるんだって。サンダーバードを作ってから興奮してんだよ。へへへ、みたいな。ねえ、ほんとに。もうさ、なんかもう子供の頃のやつなんてもうね、もうそんなプラモデル化されないとかモデル化されないって諦めてるとこに、これ来るからね、ディアゴスティーニさんすごいな、やっぱり。来るもんね、やっぱりね。今、だから現在ですね、2020年、ちょっと基地の方を発売して、ちょっとね、お小遣いの都合で買えないのが残念ですけどもね。ほんとね、作りたいのは作りたいですよね。やばいね。やばいやばい。頑張って、あ、お金稼いで買おうと思ってます。ボンド飛ばしちゃった。あ、ボンド飛ばしちゃった。飛ばしちゃった。飛ばしちゃった。勢いよく飛ばしちゃった。真剣になって、真剣にやっております。なぜならば、これ10分ぐらいで収めたいんで、結構ね、あ、ちょっと喋って、くっちゃべってたら、あ、もう時間押してきたわ、みたいな、そんな感じですよ。これまだどっちだったかな？後ろがギザギザだったね。後ろの方がギザギザ。後ろの方がギザギザ、こっちか。うん！彦太郎さんのうを思い出しますね、これ。う大事だね。あ？うん？影に隠れた、わかんない。はい、完成しました。はい、ここまでできましたよ。ここまでできましたよ。皆さん、どうでしょうか。やったね、ここまでできましたね、もうね。うん、いい感じだ。今、9までできましたね。うん、これ100まで多分続いてると思うんで、うん、結構まだまだね、まあ、やらなきゃいけないことたくさんあるんですけど、まあ、ぼちぼちできてきてますよね、やっぱりね。月日が経つのは早いですね。それでは皆さんごきげんよう。またね。